はい、こんにちは。まあやチャンネル前原です。今日はこちらでございますね。スターウォーズの BB-8 です。はい、こちらですね、今年の12月に公開されるスターウォーズエピソード7、フォースの覚醒に登場する BB-8 っていう新しいドロイドだね、うん、それのなんとリモコン型のおもちゃが急遽ですね、9月4日に発表されて発売されましたね、うん、びっくりした、うんうん、何の前情報もなかったからさ、いきなり登場してほんとびっくりしたんだよ。しかもなんかね、動いてるとこ見たんだけど相当すごいよねこれね、うんうん、スマホで行きたいところをタップすれば動くって。そう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 、スマホでコントロールするんだね、うん、はい。せっかくなんで箱をちょっとお見せしましょうかね、うん、正面がこのような感じになってまして、側面こうだね、うん、基本的には英語表記ですね。後ろ側こうなってます、うん、反対側こうだね、うん、上部はこのような感じになってて、こう持てるようになってるねこうね、うん、はい、下はこんな感じだね、うん、じゃあ早速開けていきましょう、うん、あ、まだだったね、よかった。これ引っ張れば出てくるのかな、出てきそう、せーの、ほい、あ、出てこない、まだあったの。そうなんだ。これを取ると、おー、出た、あ、思ったより全然ちっちゃいね。ちっちゃい。あー、そうなんだ、じゃあ取り出してみましょうか。はい、あ、あれ、あー、はい、こちらが BB-8 ですね。この体のボールと頭の部分が離れてるね、分離してる、くっついてると思ってたけど、そうじゃないんだ、うん、中の力でくっつくんだね、じゃあ、うん、あ、こんな感じになるわけだね、うん、そしてこちらが BB-8 を置いておくための土台でございますね。充電もこれでできるみたい、うん、ここにですね、USB の端子がありますね、うん、はい、下にはですね、こんな滑り止めがあるので、まあ、ずれたりしないのかな、うん、あと箱の下側にですね、もう一つ箱が入ってますね、これ、ほら、あ、充電器や、USB のケーブルが1本と、それと取扱説明書が入っておりましたね、はい、これはですね、中見てみるとですね、ほとんど文字ですね、うん、見えないかな、うん、ほとんど文字で、日本語もあるんですけど、日本語の記載を見るとですね、この BB-8 を出している会社スフェロっていうサイトにアクセスするか、スマートフォンのアプリ立ち上げてくださいと、まあ、それしか書いてないですね、うん、あとはなんか電池に関することとかが書いてあるぐらいです、うん、じゃあ早速ちょっとスマートフォンのアプリを開いてちょっと動かしてみましょうか。はい、はい、とりあえずじゃあちょっとアプリの方立ち上げてみるよ、はい、この BB-8 のアプリね。あー、いいね。デバイスと近づけてください。近づけてるよ。あ、検知できませんでしたってなっちゃった。あれ、やっぱこれなんかボタン押すのかな。え、どうやって起動するの、どこにスイッチがあるの。どうやらね、うん、電池がなかったみたいだね。そうだね、今充電しております、うん、お、なんて動いてんのなんか動いてるけど、本当は動きたそうだね、うん、一回ちょっと下ろしてみていい、うん、動いてる、動いてる、え、なんで、なんで、なんでお、ちょっと勝手に動いてる、怖い、どうやってんの、どうやってんの。そっかそっか、最初にパワーが入ればいいのか。パワーが入ればもう動いちゃうんだ。ちょ待って、じゃあちょ待ってね、この状態で一回置いて、なんかね、やってたら接続できた、うん、今ね、アップグレード中、うん、いいね、うん、もうちょっと 100% お、あ、ドライブ、ドライブ、スマートデバイスで BB-8 をコントロールしましょうって書いてある。メニューがある。ドライブ、メッセージ、パトロール設定。なるほど、さっきパトロールしてたんじゃないの。勝手に動いてたからね、うん、勝手に動くのはパトロールだったんだ、うん、ドライブしてみるよ。はい、はい、ドライブ。おっと、この子危ないよ。ドライブだと目の前の地面に BB-8 置いてください。ちょっと地面じゃないけどね。次、また動いてる、動いてる、動いてる。
BB-8 には点滅する青いライトが内蔵されているので方向を定める際に利用してください。なるほど。青いライトってあった、うん、今光ってるところだ。次、方向コントロールを使い BB-8 を左右に回転させましょう。だって、おお、動いた、すごい。ジョイスティックを動かし BB-8 をドライブしてください。やってみましょう。かわいい。それでこの状態でうんうんさせますよ。うん、ダメ。あー、こういう音鳴ってたんだ。かわいい。おお、走るボタンちょっと今やってみるよ。すごい。じゃあ次にドライブじゃなくてメッセージってのやってみようか。メッセージ。The modern incarnation of a classic design, the Incon T70 X-wing fighter is the signature combat craft of the Resistance forces in their fight against the First Order. BB-8がこうホロダム投影してるみたいになってんだ。なるほどね。ちょっと今ずれてるかな、もしかしたら、うん、こんな感じだね、うん、すごい。これ BB-8 横向けりゃいいのかな。おお、急に動き出したよ。なるほどね、そういうことだ、ホロガナメッセージっていうの。じゃあ次はパトロールってのやってみましょうか、うん、これは普通に自由に動くっぽいよね、なんとなく。さっきのパトロールだったんでしょ。パトロールスタートします。あ、やっぱね。すごい、超動いちゃってる。パトロールするってことはなんかパトロール用のドロイドなのかな、うん、ねえ、いやーいいね、うん、超いい。これちょっと広いところで遊びたいね、うん、ちょっと今ねこのテーブルの上の狭い空間だったけど、うん、うん、でもすごい可愛い、うん、これは楽しいわ。楽しい、うん、これどうやって切るんだろうね、電源、うん、これになっちゃった、ね、あ、切れた、電源切れた。あ、アプリ切ったら電源切れた。あ、よかった。あ、こっちだったな。さっきからさ、ずっと動きっぱなしだったからね。うん、よかった。よし。はい、ということで今回は BB-8 でした。